はい、どうもー。じゃあ今日も T3 やっていこうっていうかね、あのね、ほらよく戦ってさ、相手のレベルめちゃ高そうと思う時あるんじゃない。ほんで戦ってる時ってさ、試合前とかもさ、相手のレベル分かんないでしょ。ほんでフレさんに教えてもらったんだけど、対戦終わった後に相手のレベルをね、あの知る方法があったのよ。あ、こんな方法で相手のレベル見れるんだっていう感じでね。うん。で、それのちょっと紹介ね。うわ、相手強えなと思ったら、試合終わった後に、この戦闘報告。で、これ、ほら、前のさ、試合をさ、再生できんじゃん。ここにね、レベル書いてあるんだよね。全然気づかなかった。んで、これパッと見るとさ、レベル、俺が10使った時は、相手もレベル完全がいるとかね。うん、そうそう、大体ね、これね、パーッと見る感じね、レベルの低いキャラ使うときは相手もね低くなるね。相手もレベル低い相手とマッチングしてるような感じ。例えばね、レベル3のさ、この女の子、少女を使ってるときは相手は、あれでもこれあれこれなんだ、個人戦、あ、これ個人戦か。うん、そうそう、レベル1とかね、レベル2とかの試合になる。だから一応レベルでマッチングは一応してるみたいだね。高いレベルのキャラを使ったら相手も高いレベルのキャラが来るっていう感じには一応なってるみたい。うんね、知らなかった。ここでレベル確認できるんだね。うん、ちょっとでね、これね、このレベルがさ、あの、なんだ、完全じゃなくて最大になったメカニックショールを使って、このクリスタル戦のエナジーキャニオンをやったのよ。まあミッションもあったからね。そしたら、あ、ごめんね、ちょっとご飯食いながらで。ほんでこれ見てみると、再生いい感じでね、あの勝てたんだけど、相手のさ、クリスタルの方行って道を塞いじゃったの。それ見てみようか。うんうん、こう言って相手もね、そこそこレベルはそんな高い相手じゃなかった。うまくいったのかな。で、初めはさ、攻撃しちゃうの、こうやってもうどんどん攻撃しちゃおうって。で、当然さ、相手もさ、阻止しに来るでしょ、後ろから来ないと。うん、やられた。ほんでこの入り口、ジャンプ台の着地地点ぐらいにさ、あのよくベタベタ貼る人もいるんだけどさ、ベタベタ、あ、ベタベタっていうか、こっち俺だ、守りに徹したんだ、この試合守りに徹して、攻めは味方の誰かに頼ん、お任せっていう感じね。ほんで守りはもうこうやったのよ、誰やっつける。そう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 、でこういうね、戦法でね、やったらね、うまくいったんだよね。ここずっとさ、このロボットとさ、自分でさ見張っとくのよ、この入り口を。うん、で例えばトンネルからさ、相手が来たとしてもさ、この位置だとトンネル見れるじゃない。だから、あー敵来るなっていうのが分かるわけ。この作戦ね、なかなか良かったんだよ。まあ強い人には簡単に突破されちゃうかもしんないけどね。これで最後までいけた。味方の下に攻撃を担当してもらって、俺はひたすら守りっていうね、当選ボタン。うん、ここ入ってきちゃダメだよっていうね。入ってきた。ロボット壊されても、まあとりあえずね、向こうはもうクリスタル狙う感じだから。で、何かにね、ここ見つかんないんだよね。トンネルから来た敵には見れちゃうけど、あのジャンプ台使ってくる人にはさ、どこにいるかいまいち分かってないっていうね。うん、まあ相手のあのキャラにもよったんだろうね。こっちの方がちょっと有利なんだよ、あれだ、バランスだった。うん、いいねいいね。ここにまた隠れて、ボール出せるタイミングがあったらまたボールを出すっていうね。
そう、これ相手、相手見てます、相手の人、これ味方頑張ってやってるし、味方これ見れない、あ、あれ、あ、終わっちゃった終わっちゃった、試合終わった、終わった。あんな感じでね、クリスタル味方が破壊してくれたから勝ってたのよ。そうそう、いきなりズバンと終わんだねこれね。そうそう、じゃあ今回の動画は、あの相手の分隊のレベルが分かる方法と調べる方法ね、そうそう、それとあのクリスタルのあの宇宙ステージであの位置で陣取ってれば、まあそこそこの相手だったら多分対応できるんじゃないかなっていう動画、うん、まあ今回はそういう動画でやんした。うん、それではご視聴ありがとうねー。